山根さゆりは、三重県渡来町出身の日本の元ソフトボール選手、宇藤右内ち、女子ソフトボール日本代表。東急スタイルが田中雅宏に似ていることから、女マー君の異名もとった父と三つ上の姉のと、一家がソフトボール愛好一家の影響で、小学4年生の時に中川スポーツ少年団に入団する。小学6年生の時に、 第15回全日本小学生大会に出場も1回戦でホワイトビッキーズに敗れる。渡来町立渡来中学校ではソフトボール部に所属し第25回全国中学校大会に出場するも登板機会はなくチームも敗れた。一つ上にホンダでプレーする西岡理恵がいた。その翌年に NTS に東海選抜で参加する。東海選抜には 厚みマナがいた。国体は、準優勝。スポーツが盛んな宇治山田商業に進学し、高校3年進級前に、右膝前十字人体断裂の大けがを負う。手術せずに完治を待つも、チームは、インターハイ県予選決勝で敗退している。卒業後は、レオパレス21へ入社。一年目から、新人賞を獲得し、二千十年に、トヨタ自動車へ、 遺跡、2011年から2015年まで公式戦42連勝。2014年には最優秀投手、ベストナインに選ばれるも、2017年に現役引退。日本女子ソフトボール通算記録、126試合出場、61勝9敗、防御率1.36。ありがとうございます。